はい、皆さんおはようございます。アタルタンタカです。今日は3月の、今日ですね、はい、早いもんです。あと6日で3月も終わり。はい、今歯医者に行ってきまして、はい、ちょっと下に流しましょう。歯医者なら清水歯科、はい、お味噌なら花丸木。まあそんな冗談はさておき、あのアタルタの方、あの清水先生、麻酔の天才です。痛くないです。はい、ぜひ行ってください。はい、今日はね、何を話すんでしょうか。その前にね、あの経済ニュース一つあのポイントがありまして、あのボーイングの COE が辞めました。はい、あの737MAX の、 あの数多くの事故ですね、あの製品不良によって、まあ、辞任したわけですけども、まあ、これでね、あの面白いのがボーイングの株上がってるんですよ、今日ね。なぜか、はい、別にこの人が辞めてボーイングの株が上がるってことはあんまり関係ないんですけど、まあ一応上がってます。はい、あのやっぱりアメリカ在住者として、あの水原一平のことを話さないといけないなと思いましてね。まああの一連の報道でないようなことをまあ話せばいいんじゃないかと私は思いまして、まあ簡単にでざーっとあの話しますと、まあ21年から、賭博をやっていたと。で、相手はいわゆるその違法の、ブローカーであったと。でそれを何かというと、普通はあのかける人がいて、ブローカーがいて、で本当にかけて当たれば金が戻ってくる、手数料取るわけですよ。で違法ブローカーは何かというと、お金を例えば、はい、じゃあ1万ドルかけます。でその人がかけないんですよ。で勝ったらそれをここで配当をまた戻すっていう、それが違法なんです。だから手数料がかからないわけですよね。で実際に金かけてないんですよ。まあ非常に汚いことするわけですよ。まあそれが今半分ぐらい、あの賭博ブローカーの半分ぐらいは違法ブローカーではないかというふうに言われています。はい、で大谷が結局背後にいたんで、あの何億もいわゆる借金させることができたと。まあだから最初からあの大谷目当てであったのは間違いないわけですよ、ね、で実際にね、じゃあ送金簡単にできるかったらね、あの水原一人でできるわけはないんですよ。おそらくね、あのこういう高額送金になると、私はやったことないですけど、あの二重とかのね本人確認が必要になってくるんですよ。でもあの昔ね、96年のオリンピックの時に、私はあのナイキのねエアマックスをあのフットロッカーって店でが買い占めていて、まあ、他にも競争でいたんですけど、そのために現金が必要だったんですよ。もうカードがあのいくらだったかな、1万ドルも使えなかったですね、当時はね。だからもう現金持って買いに行くしかないんですよ。で銀行に行くわけですよ。で1万ドル下ろしますって言ったら30分以上待たされるんです。でこれもやっぱり厳正なチェックがいるわけですよ。で何するんですかって言われて、いやいやあの靴買うんですよっていう話で、ね、でまあそんなことがありまして、それをね大体毎週1回私を繰り返してましたね。だからそのために銀行に行って30分、たかが1万ドルだけど、アメリカはそういうの金を下ろすのも大変なんです。だからそんなに簡単ではないってことです。ましてや他人がね、いくらパートナーとはいえね、他人がね、その他人の口座にアクセスして簡単にあの50万ドルずつね送金できるわけがないんですよ。だからこれは絶対大谷は知ってたのは間違いない。だからその助けてくれたって言ったけども、弁護士の圧力によって次の日に全部発言をひっくり返したと。私が全部やりました、私が悪いでございました、まあ変えたわけですよ。でまあ一連のそういう報道があって、今日25日に大谷が実際会見するんですけども、まあ当然あのドジャースは守るでしょう、メジャーリーグも守るでしょう。これで人気が落ちたらね、視聴率が下がる、優勝できない、まあ、いろんなことがあるわけですよ。まあ、 あのお金のなる木なんでね、これをやっぱり大事に守らないといけないですよ。まあこの辺はまあアメリカ、まあ日本もそうですけどね、汚いもんですよ。で私の疑問は何かっていうと、じゃあ水原はどうやって韓国からエリエに帰ったんだろうか。あの1試合目の後にそれが公表になって、次の日も彼はいないわけですよ。だからもうその日の、ね、報道が出る前ならまだわからないから、さっと空港に行ってもう帰ってしまったのか、まだ韓国にいるのか、他のとこにいて
中国経由で帰ってとかね、まあ、あのおそらく今 LA にはいると思うんですよ。だけど、まあ、完璧にもう雲隠れして、あの隠れてるわけですよね。まあそれが一つの疑問、どうやって帰ったんだろうかっていうね。でもう一つの私の疑問は、破産をする選択肢はなかったんだろうかっていうことですね。あのアメリカ人すぐ破産しますからね。あの例えばクレジットカードでね、もう10万ドルとかね、例えばそのあと医療保険が払えないで10万ドルで破産とかも結構あります。だから彼もね、大体まあ年収が30万ドルから40万ドルとして、で払いもう払えないわけですよ。だったらもう破産すればいいじゃないですかっていう。で破産させずにどん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 膨らましていったのも、やっぱりそのブローカーが頭が良かったんでしょうね。はい。それからまあ今後ね、私が思うのは、今後あの大谷が彼を訴えることはないでしょうね。もうあの目をつむってこれで終わりですよ。あとまあ最後にね、あのやり直しは聞くと思うんですよ。あの水原まだ41歳ぐらいですからね。ただ次の仕事何になるのかなということですよね。でまあ学歴詐称も出てきてますからね、非常にその辺が難しいですね。あの彼を雇う人はいない。だからやっぱり自分で何かビジネス始めるしかないでしょうね。普通なら雇わないですよね。まあ別にほら何の才能もないわけですよ。なんか通訳ができるとかね。だけど実際にあのまあ、6歳の時ですかね、アメリカに来て、でここでまあ父ちゃんがおそらく寿司職人か和食の職人なんでしょうね。でそういう環境で育って、まともな大学も行ってないのはもう明らかに分かってるわけですよ。ただまあ英語は喋れるんでね、だからまあそういうあの難しい通訳はできないけども、普通の会話の通訳はできますって、まあそういうことですよ。まあで結局私が思うのは、まあアメリカに住む日本人のまあ恥さらしだよなというふうに思いますよね。まあいろんな人いますけどね、まあ、あのまあ彼が一番今捕まった中では、捕まったというかまあ不法なことをやってる彼は一番罪が大きいかなというふうに思いますよね。昔なんかあの大和証券かどっかのあのトレーダーがなんか1000億円ぐらい吸ったという、そんな話はありましたけど、まあ、それは業務上で吸ったんであって、こういう犯罪というかね、まあ、あの違法賭博じゃないわけですよ。で実際に私が思うのは、違法賭博してもそんなに罪は重くないと思いますよ。で問題は大谷が訴えて詐欺であの罪になる、そっちの方が私は罪は重いと思うんですけどね。まあでもこの辺は多分穏便に済ませて、まあゆっくり静かに暮らすしかないですね。で一番かわいそうなのはあの嫁ですよね。あの日本ハムファイターズのなんとかガールだった人と結婚して、まあ何も知らなかったというわけで、まあこの一番の被害者はその嫁さんでしょうね。まあそんな感じで、ね、アメリカね、あの不法なことをいくらでもできますよ。例えば売春だってね、まあアトランタっていっぱいできるわけですよ。あの本当にもう今オンラインの世界ですから、もう今全てがこれですよ、オンラインですよ、ね、で麻薬だっておそらく買えるでしょう、ね、まあ麻薬はその辺行けばあの買えると思うんですけどね。ただまあ結局本人の意思の問題ですよね。本人が やるかやらないかですよ。だから私なんか別に全くギャンブルに興味はない。でこのレストランビジネスがギャンブルなわけですよね。まあ50万ドル突っ込んで、まあ今成功してから一応ギャンブルかあの勝ったわけですけど、普通のねギャンブルでまあ勝つことはまずないんですよ。だからベガス行ってもどこ行ってもね、親が勝つに決まってるわけですよ。だからやっぱり限度額を決めてね、遊びでやらないといけない。だから500ドルなら500ドルかけてそれでおしまいと。私前これ喋りましたけど、例えば3時間なら3時間ね、500ドル使ってね、それが2000ドル行きました。でそこでやめるのもよし、で全部使って4時間遊んでね、まだ500ドル消えましてゼロになった、これでやめるのもよしなんです。そこからまた取り戻そうと思ってまた500ドルかけちゃいけないわけですよ。というのが私の理屈で、ギャンブルは勝てるわけないというふうに最初から頭で思うことです。まあそれが一番大事です。あとまあもう一つ何か言いたいことだったな。ああそうだ、株とかね、あとあの FX 取引もそうで、結局信用買い信用売りとかしないことですよ。自分がある金でやらないと後が面倒ですよってことです。だから私株やってますけど、自分の持ち金で自分の遊びの金でやってるんで、これが仮に
まあ、今10万以上投資してますけども自分で遊んでますけど、それがゼロになってもそれは関係ない。自分の遊びがね、ちゃんと自分が生活できるあの老後のお金は別にあるわけですよ。だからまあそういう限度を決めてやるっていうのが一番大事ですよ。だからそれをやんないからズル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 行くわけですね。はい、皆さんあの気をつけましょうね。アメリカいい国です。でも誘惑も多いんですよ。はい、以上でした。